ドッジボールでかわしの達人がいる。手を挙げて当たったら忘れました。授業中に消しカスを友達に投げる。シャーペンを腕に刺して注射する。手を濡らして水滴を膝に飛ばす。終わりの会終わったら全速力で帰る。話し聞いてないのに返事はいい。体操マットを運ぶとき上に乗る。手を挙げずに問題の答えを叫ぶ。黒板消しの裏にチョークを塗っておく。花を噛むとき大量のティッシュを使う。牛乳飲んでるとき笑かしてくる。上靴の肩と踏んですぐ潰す。鬼ごっこでピンチになりゃバリア。女子トイレに友達の靴を投げる。後ろから忍び寄ってズボンを下ろす。勝負で負けたら今のは本気じゃない。怒られても毎回知らなかったもん。触れそうな天井はジャンプして触る。授業中に隠れて口笛を吹く。体操服の蹴りながら帰る。歩いてる時わざと防犯ブザーを鳴らす。ちょっとだけ待つと言って1秒しか待たない。トイレ我慢してるこの中を押す。何をしても謝れば済むと思ってる。足を掴んでみんなを追いかける。避難訓練でちょけて怒られる。給食残り物じゃけんを本気で戦う。何度怒られても喋るのをやめない。喧嘩になると耳塞いで聞かない。友達といるとき急に隠れる。毎回プリントに名前を書かない。弱よし書き直して採点ミスという。手を洗った後にカーテンで拭いてる。いきなりタッチされて鬼ごっこ始まる。丁寧と呼んできて何もないと言われる。握力測るとき両手で測る。何かされたらすぐ先生に言うよ。ぶつかったら倒れてすぐ骨折した。リコーダーを分解して遊んでる。かくれんぼですぐにもう一回連呼。サプライズを聞いてすぐ人にバラす。雨の日傘あるのに刺して帰らない。存在しない自作の法律作る。遊ぶ時必ず罰ゲームをつける。熱症をゆっくり言わせてバカにする。トイレの鍵閉めて上から脱出する。おならした時誰かのせいにする。図工の作品帰り道で壊しちゃう。口もぐもぐしてなんか食べてるふり。擬音語だけで説明をしてくる。かくれんぼですぐ班以外に行く。シーソーで遊んでたら急に降りる。シールもらったらどこにでもつけまくる。カードあげると言ったのに忘れたふり。挨拶でかすぎうるさいと言われてニヤニヤ。集合写真ですぐに変顔する。泣いてる人をひたすら眺めてる。財布の中に全財産を入れる。ブランコの交代を衣装をしない。問題起こった時ひたすら犯人探す。